ただいまから2023年6月4日のリモート礼拝を始めます。 編15節シオンの食料を豊かに祝福し乏しいものに飽きるほどのパンを与えよう。三 a 五百四十六番 読文、イザヤ書58章9節から11節あなたが呼べば主は答え、あなたが叫べば私はここにいると言われる。首輝きを負わすこと、指をさすこと、呪いの言葉を吐くことをあなたの中から取り去るなら、 飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝き入れ、あなたを包む闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、焼けつく地であなたの乾きを癒し、骨に力を与えてくださる。あなたは潤されたその、 水の枯れない泉となる。賛美歌27番 聖書を朗読いたしますはじめが旧約聖書イザヤ書53章の1節から5節まで1149ページですイザヤ書53章1節から5節まで1149ページです 私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。 彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。 神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの尖のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、 彼の受けた傷によって私たちは癒された。もう一箇所、新約聖書から、マタイによる福音書、8章の14節から17節まで。13ページです。マタイによる福音書、8章の14節から17節 13ページです。イエスはペトロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れられると、熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなした。夕方になると、 人々は悪霊に取りつかれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを追い、私たちの病を担った。 お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、今も聖霊によって私たちと共にいます主イエスを思いつつ、ここで愛する兄弟姉妹と共に、礼拝の恵みに預かることができることを心から感謝いたします。神様、この一週間、私たちはそれぞれの場で、 懸命に生きてまいりました。そこには喜びがあり、悲しみがあり、苦しみと罪の蔓延する現実がありました。神様の御心に沿うことができなかったこと、隣人を苦しめてしまったこと、それらを神様の前にさらけ出すのは辛いことですが、 神様は私たち以上にそのことを悲しみ、怒っておられるはずです。不信仰の中で、それでも神様を追い求める魂をどうか見捨てられることがありませんように。先月、広島では G7 サミットが開かれ、核兵器のない、<laughs> 核兵器のない世界というスローガンが掲げられましたこれが平和な世界のためにどれほど貢献したのでしょうか。私のこの予測が間違っているならいよいのですが、世界は今戦争と戦争の危機の中にあり、日本がそこに巻き込まれないとは言えません。そうした大きな動きの中で、私たちは自分が何をしても、 世の中を動かすことができないという無力感に苛まれています。しかし、一見微力のように見えても、神様は平和を実現する人々を導き、知恵と力を与えてくださる。このことを信じることのできる恵みを感謝いたします。私たちのこの小さな礼拝も、 神様が全世界を導く救いの歴史の中で何かの役割を果たすことができますよう精霊の導きをお願いいたします今日のこの礼拝が主にある喜びに満ちた礼拝となりますようこの祈りを尊き主イエス・キリストの皆によってお捧げいたしますアーメン 賛美歌70番。 福音書には、イエス・キリストが病人と出会って病気を癒してくださった話がたくさん載っています。今日のお話もその一つです。そのため、ああ、またこの話か。イエス様がそんなにすごいことをなさったのなら、今自分がかかっている病気も早く治してくださいよ。と思っている人がいるかもしれません。 私たちがイエス様のなさった奇跡の話を聞くと、こんなことは本当にあるのかなという気持ちになることがあります。しかしその一方で、奇跡が本当にあってほしいという気持ちもあるはずです。もしも聖書に書いてあることが本当なら、神様は今その力を発揮してほしい、私たちを救ってほしい、 それが多くの人の心にある共通の願いではないでしょうか。こうした思いを持つ人々に向けて、聖書は何を語っているのでしょう。また、福音書を読んでいくと、イエス様にとって、その日は大変に忙しい一日であったように思えます。 八章一節に、イエスが山から降りられると、と書いてありますね。イエス様は山の上で、大勢の人たちを前に、あの歴史的な惨状の説教をされました。そうして山から降りられた後、まず、重い皮膚病を患っている人がイエス様に近寄ってきたので、よろしい、 清くなれと言われてその病気を清くなさいました。カハルナウムの町に戻ると、百人隊長が来て、しもべの病気を治してほしいというので、快くそれに応じられました。その後、弟子のペトロの家に入ると、ペトロの姑が熱を出して寝込んでいます。 夕方になると悪霊に取りつかれた人たちがやってくるということで誠に慌ただしい一日を過ごされたことになりますただマタイ福音書8章14節から17節のお話はマルコ福音書やアルカ福音書にも入っていて それらは三条の説教の後に起こったようには書いていません。どういうことかと申しますと、マタエが福音書を書くにあたって、手元にある材料を主題別にまとめた可能性が多いということです。三条の説教のところでは、イエス様がいろいろなところでお話しされた内容を一つにまとめ、山から降りられると、 今度は奇跡の話を立て続けに出してきたということです。だから、マタイ夫兼書に書いてある通りの順序で全てのことが起こったとは考えにくいのです。それでも、イエス様が粉骨再身、わずかの時間も惜んで働いておられたことだけはお分かりかと思います。ガリラヤ湖に面したカファルナウムにペトロの家がありました。 石造りのなかなか立派な家で、現在もその遺跡が残っています。シュエスはここを伝道の拠点として、ご自分と弟子たちの宿泊のために用いておられたのです。シュエスの弟子たちの家庭生活については、ほとんど知られておりませんが、唯一の例外がペトロです。 彼は結婚していました。後にペトロ夫妻が一緒に各地を伝道して回ったことが聖書に書いてあります。カトリック教会の歴代ローマ教皇は独身ですが、最初のローマ教皇とされているペトロは結婚していたのです。ペトロの家には姑が住んでいました。 ペトロの妻の母親で熱を出して寝込んでいました。当時、ヨルダン川がガリラヤ湖に入るところが沼地になっていて、蚊が大量に発生したため、マラリアにかかる人が多かったと言います。その病気はマラリアだった可能性があります。 私たちはこの時のお姑さんの気持ちを察してあげたいと思います。彼女は娘の嫁ぎ先のご厄介になっています。ペトロは少し前まで漁師の生活をしており、イエス様の弟子となってからは、どうやって生計を立てていたのかわかりませんが、そこが実家だったのです。 その家に住まわせてもらっているお姑さんが、台所仕事でも、洗濯でも、裁縫でも、何か仕事ができればよいのですが、病気とあってはそうはいきません。熱病に苦しむだけでなく、何もできなくて申し訳ないという、 片身の狭い思いをしていたのではないでしょうか。このおしゅうとめさんが信心深い人だったら、安息日ごとの礼拝が何よりありがたいものだったはずですが、出席することができません。その日、隣の部屋では、イエス様と少なくとも4人の弟子たちがいましたが、イエス様を知て、 本当に若い人が多く、食欲も旺盛で賑やかにしていたでしょう。しかしその時お衆臣さんは一人孤独で寂しい、情けない思いでいたはずなのです。しかしシュエスはすべてをご存知でした。 イエス様がその手に触られると熱がスーッと引いていきました。そしてすぐに起き上がりました。高熱が襲っていたのですから体力の消耗は大変なものだったはずです。普通の医者なら平熱に戻ってから体力を回復させるために次の手を打つと思いますがイエス様の治療は患者をすぐに起き上がらせたほど 驚くべきものでありました。けれども、ここには、イエス様の超人的な能力を証明する以上のことがあるのです。皆さんに注目していただきたいのは、お姑さんが起き上がった後に書かれている何気ない言葉です。姑は起き上がってイエスをもてなしたと書いてありますね。 その場所にはイエス様の他にも何人かいたので、彼女はみんなにご馳走を振る舞ったのでしょう。そこには、ただイエス様にご恩返しするというだけでは語り尽くされないもの。自分が人のために役立つことができるという喜びが見えてこないでしょうか。 シュエスはただおしゅうとめさんの病気を治しただけではないのです。生きる喜びをも取り戻してあげたのです。さらに、この後夕方になると、人々が悪霊に取り憑かれた大勢の人たちを連れてきました。マルコとルカの両福音書では、この日は安息日だったと書いてあります。 暗息日には一切の仕事ができません。医者の前に病人を連れて行くこともできません。しかしこの当時、一日は日没から日没までとなっていました。日が暮れて暗息日が終わるのを待って、病人を連れてきたということですが、きっとごった返していたのでしょう。 悪霊に取り憑かれたとはどういう状態なのか。今日では主に二つの考え方があります。一つは、これは統合失調症などの病気だというものです。もう一つの考え方は、文字通り、悪霊に取り憑かれたというものです。イエス様の時代のこのような人々について、 録画はもとよりしっかりした観察記録もないので、現代の医学の常識で判断することは大変難しいと言えます。では、シュエスが悪霊を追い出し、病人を癒されたと書いてあることから、私たちは何を学び、何を受け取ることができるでしょう。まず、現代において、イエス様が行ったような方法で、 病気を治すことができるかということが問われなければなりませんが、この問題に対してはこれを一概に肯定することも、否定することもできないと申し上げましょう。神様から力を与えられた人を通して、難病が治るということが時にはあるかもしれません。 19世紀のドイツにヨハン・クリストフ・ブルームハルトという牧師がいました。彼は赴任したメットリンゲンという町でゴットリーベン・ディーツという少女に出会います。少女は悪霊に取り憑かれているとしか思えない、数々の奇怪な症状がありました。 そんな時、ブルームハルトの方はなすすべもなく、祈るのみでした。そんな状況が何日も何日も続きました。しかしある時、牧師は奮劇に駆られて、少女の手を組ませ、主エスをお助けくださいと祈りなさい。私はこれまで悪霊の技を見てきた。これからは主が何をしてくださるかを見ようと叫んだのです。 すると、少女に変化が起こりました。少女は、イエスは勝利者だと叫びました。こうして悪霊との戦いは終わったのです。<laughs> これははっきりと記録が残されている出来事です。正確な判断は下せないですが、このようなことが、 これからもあるかもしれません。日本キリスト教会のハスミカ和夫牧師も、日本キリスト教会がこれまで病気治療のことを軽視していたのは間違いだと発言し、この面での新たな取り組みの必要性を語っていました。それでは、 仮に奇跡的な力を持った人が現れたとしたら、その人を信じればいいので医者はいらないということになるのでしょうかそんなことはありません。世にあるいろいろな宗教で、お祈りすれば病気は治るから医者にかかるなと教えるものがあります。その結果、医者にかかれば治る病人が、無駄無駄死んでしまったと。 親族が涙を流して告発するということが起こります。そんな宗教には近づかないことです。シュエスだって医者がいらないと言っているのではありません。しかしこれとは反対に、病気にかかったとき、病院だ、医者だとそればかりに心を砕いて、祈りの力を軽んじるのも愚かなことです。 今日、クリスチャンが病気になっても、回復を願ってお祈りすることもなければ、牧師や長老に知らせることもなく、ただ医学や薬の力だけで治そうとすることが大変多いです。聖書は、ヤコブの手紙5章の14節から16節でこう教えています。 あなた方の中で病気の人は、教会の長老を招いて、主の名によってオリーブ油を塗り、祈ってもらいなさい。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば、主が許してくださいます。だから、主に癒していただくために、罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。 病気になった時に教会の人に来てもらうのはまず主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらうためですオリーブ油は当時傷口に塗る薬だったのでこれは主の名によって適切な治療を施し祈ることを意味します信仰者はお祈りすれば医者はいらないというのではなくまた医者がいればお祈りしなくていいというのでもなく 神様が医療の技を祝福してくださるよう祈って行かなくてはなりません。さらに、ヤコブの手紙の中に罪について書いてあることも注目すべきです。病気と人間の罪の間には曰く言い難い関係があり、神様に病気を治していただくために、罪の問題を解決しなさいと教えられているのです。 どうして人間は病気になるのかどうすれば病気が治るのかその根本のことは今日でも極め尽くされているとは言えません。こんな話があります。8年間も実にしつこい失神で青春時代を悩み通した女性がいました。名医という名医を尋ねましたが良くなりません。ところが、 知人の紹介であったある年取った開業医が、彼女の訴えを聞いて辛かったでしょうなと言って、涙を浮かべたのです。お医者さんの言葉を聞き、その涙を見たとき、彼女の心は言いようもないほど安らいだということです。数日後、母親が見ると、 彼女の首筋や手がすっかり綺麗になっていました。それで本人もいつの間にか本当に癒されている自分に気づいたのだそうです。これは日本キリスト教団の角田三郎という牧師の本に書いてあったことで、本人から直接聞いたことだそうです。ここでは今までのどの医者にもなかった 深い同情といたわり、その言葉と涙が彼女を癒したのだと言えるでしょう。このような事実がシュエスの奇跡の謎を解く鍵となるはずです。つまり、この類まれなお方は、病人の魂の一番 深い、そこまで届く言葉と行いを持って病気を治されたのです。シエスは現代最高のカウンセラーよりももっと能力のあるお方でした。今日、グリーフケアということが叫ばれ、これは悲嘆に暮れている人を立ち直らせることですが、こうしたことを、えー、さらに進めていくためにも、 シュエスがなさったことをさらに極めていくことが求められていると言えます。この日のシュエスの働きぶりを見た福音書の著者は最後に旧約聖書を引用しています。彼は私たちのわずらいを追い、私たちの病を担ったイザヤ書53章4節の言葉です。これは苦難のしもべの歌と呼ばれるものの一部です。 時間の関係で詳しく述べることができませんが、この死はその後、数百年後に現れるイエス・キリスト、その方を予告しています。シュエスの行った病気治療、それはお金儲けのためでも名声を得るためでもありません。シュエスは病人と同じ立場に立ち、 その苦しみを身に引き受けることによってその病気を癒されました。現代のカウンセラーの仕事でもその精神的な重荷は大変なもの,のはずです。ですから、主の引き受けられた重荷が一体どれほどかと思うのです。シュエスはやがて病の原因たる罪そのものを地上から一掃するために十字架にかけられました。 私たちはもう一度、シュエスに病気を治してもらった人々のように、病んでいる心と体を神様に見てもらうべきです。礼拝や祈りによって、神の御心に触れることは必ずや真摯に何か良い結果をもたらしてくれるはずです。シュエスはその場しのぎの治療ではない。 病の根本に迫り、これを克服する力を世にもたらしたのですから。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめます。様々な病気を抱えて私たちは、ひたすら健康な体と長生きすることを求めています。 しかし医者に治してもらったらそれでいいと思う前に、まず自分の心に病んでいるところがないか、勇気を持って見るものとしてください。すべての病気の原因は、自分の罪であれ、他人の罪の結果であれ、罪そのものにあるからです。神様、今自分、今自分以上に病気で苦しんでいる方々のことを思います。 どうかその方々に神様が苦しみに耐える力を与えそれによって病気を克服する道筋を示してくださいますようにそのことが病気で苦しむ人の人生に希望の光を与えたとえ病気が治らなかったとしても健常者以上の素晴らしい人生を送ることができますように 丈夫な人よりも病気の人を愛し、その人たちのために、その人生を燃焼しつつ、燃焼し尽くしたイエス様が称えられますように。この祈りを主の皆によって見舞いおつかいたします。アーメンえ。今日は日本キリスト教会信仰の告白をいたします。 あ、間違えました。えー、三四百495番。 日本キリスト教会信仰の告白私たちが主と崇める神の一人のイエスキリストは誠の神であり誠の人です主は神の永遠の計画に従い人となって人類の罪のため十字架にかかり完全な犠牲を捧げて贖いを成し遂げ 復活して永遠の命の保証を与え、救いの完成される日まで、私たちのために取りなしてくださいます。神に選ばれて、この救いの御業を信じる人は皆、キリストにあって義と認められ、功績なしに罪を許され、神のことされます。また、父と子と共とにあがめられ、礼拝される聖霊は、 信じる人を、成果し、見心を行わせてくださいます。この三味一体なる神の恵みによらなければ、人は罪のうちに死んでいて神の国に入ることはできません。旧新約聖書は神の言葉であり、その中で語っておられる聖霊は、主イエス・キリストを明らかに示し、 信仰と生活との誤りのない審判者です。教会はキリストの体、神の召された与々の生徒の交わりであって、主の委託により正しく御言葉を述べ伝え、精霊天を行い、神道を訓練し、終わりの日に備えつつ、主は来られるのを待ち望みます。古代の教会は、 聖書によって次のように信仰を告白しました。私たちもまた、人的信仰の伝統に従い、賛否と感謝と思ってこれを共に告白します。私は天地の作り主、全能の父なる神を信じます。私はその一人語、私たちの主、イエス・キリストを信じます。 主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、読みに下り、三日目に死者のうちから復活し、天に昇って全能の父なる神の右に座しておられます。そこから来て、 生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は精霊を信じます。聖なる行動の境界、生徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。アーメン。主の祈り、天に増します我らの父よ、 願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、 悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美百544番。 主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が三顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が三顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。アーメン